マクサリがだるま。今ねちょっと最近やっと最近おすごいだるまいっぱいありがとう。最近次のシングルのお話し会の申し込みが始まったのよ。ワクさん、ひろきさん、ありがとう。好き好き。繰り出しさんも何これありがとう太陽みたいなやつ。そう始まったのよ。始まりまして、ちょ、私やりたいことがあるんですよ。次のオンラインお話し会で、あ、間違えた、どっちもリアルお話し会でもオンラインお話し会でもどっちもやりたいことがあるんですよ。あ、すごいねこのパンダの迫力。ワクさんアリガリーブ、すごいねこのパンダ、何これ。おかきさんアリガパンダいっぱいありがとう。11、これ何の 11?1? おかきさんありがとう。これは何の 1?何これ、上野のパンダが生まれて1歳とか、シャンシャンじゃないの。1円の1。ちょっと今度のお話し会で来てくれた方に1つ、1日1文字キーワードを言うんで、最後まで1日1文字キーワードを言うので、来てくださった方に最後まで来たら全部の文字が揃ったらメッセージができるっていうね企画をしたくて。ガッキーさん、ワクさんありがとうございます。スーさんもありがとう。パンダちゃん、ワクさんもありがとう。パンダがいっぱい。そう、日本語難しいだす。 OK、AKB48 をトーキングパーティートーキングパーティーにコンファレンス、トーキングパーティー You come my トーキングパーティー one party one party one message、for you トータルメッセージ浮かび上がる。ワクさんありがとう。ひゆきさんありがとう。みんな同じだよ全部。そう、みんな同じです。まあこれはなんだろうな、ただやりたかった、ちょっとみんなにちょっと伝えたいメッセージというか、なんかせっかくね来てくださる方、毎回来てくださる方もいるから、せっかくだからね、ちょっと一つメッセージを一文字ずつ、一つのお話し会で聞かないと教えてくれないの。ああ、後ろ貼っとくわ後ろ貼っとくわ。貼れないときはちょ聞いてください。ウィングキッズチャサリガリンボスター、マントサリガダルマっていう企画をねしたくて、昔小学校の時に流行ってたんですけど、文字を並べ替えてメッセージが浮かび上がるっていうのが流行ってたんだけど、ちょっとそれやるわ。すみません、マントさんありがとうございます。ハツカちゃんの話し会初めて行きたいんだけど、いいかな、ぜひ待ってますね。マントさんありがとう。にゃー、泣いてます。そんな感じで
ていうことをやりたい。あ、アプローチ充電しとかないといけない。どなたか、どなたかアプローチの充電してきてくれない？うん、私の寝る部屋に置いてあるから。あんたさん、ありがとう。どんな内容のメッセージかはまあおいおい集めてからの楽しみ。ありがパンダちゃん。ドラちゃんの絵見せて。壁に貼ってるのよ。持ってこれない。うん、貼ってないよ。ちょっと取ってきて。じゃあこれ取ってくるついでにこの充電もやってきて。すやすや。これはフィットネスキュー。そう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 。何？絵見せるの？じゃあ。よし、裏に名前。なるほどね。ちゃまさん、ありがとうございます。すべていけない方は予想するか、まあ推奨はしませんが、ファンの方に今日は何だったって聞いてください。またさりがりました。全部持ってきてくれないの？全部持ってきてやって、ハバババババ、おぶしおぶし。ちゃまさん、ありが好き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 、ありがとう。じゃあ誰から見せようかな。猫ちゃん、猫ちゃん、ワンちゃん。じゃあこれからじゃん、妹が描いた絵でございます。ワンちゃん、たくさんありがとう。レインボースター、わくさんありがとう。だるま、これはパピーちゃんとポコちゃんです。多分こちらがポコちゃん。わくさんありがとう。だるまで、こちらがパピーちゃん。個人的にこの絵って好きなポイントは、これ金色かな。金、この青と金がいい感じにマッチしてるところと、こうパッと見ね、猫が結構目立ってるね、濃い青だから。なんですが、どもよく見たらこちらにパピちゃんがいるっていう。私の飼ってるワンコちゃんと猫ちゃんがいるところが個人的好きなポイント。じゃ続いて猫たん。そう、これは妹が描きました。小学生の猫たん。ガン、こちらですね。これ上下ありますか？別にないよ。ないそうです。どっちが上でもいけますけど、こっちかな。これは何絵の具で描きましたか？ワクさん、ありがとう。だるま、アクリルマスク。アクリルだそうです。個人的にこれの好きなポイントは、パッと見た時に赤とオレンジと青と水色っていう構成だと思うんだけど、よく見た時にこの線とかに黄色が入ってたり、ちょっとこの赤紫みたいな色が入ってたりとか、ヒゲのところにね、この色のこの感じが個人的にはゴッホみたいだなと思ってたのでああこれはゴッホの生まれ変わりだなって思いました。これをね、あとは今こうやって気づいたんですけど、このなんか絵の具の固まってる感じ、ボコボコになってる感じが好きです。はい、これ題名ありますか？ない。ないそうです。つけていいよ。ワクさん、ありがとう。まあそう、この青に黄色を入れるところが天才だと思います。そう思います。はい、これが私の妹の小学生の妹が描きました。まあ、私ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん、ありがくまちゃん、ありがくまちゃん。じゃあ次どっちからにしようかな。どっちがいいかな、順番的にこっちかな。じゃあ次の絵はこちら、ダーン。これも、あ、先にじゃあこっちにしよう。こちら
海の生物。マントさんありがとうございます。こちらは海の生物なんだけど、私的この妹が描いた絵の好きなポイントがあるんですけど、これはそれ向きが向きこうじゃないの、あ違う、えこうじゃないでしょ、こうでしょ、縦でしょ、どっちでもいいよ、あどっちでもいい、そうです、いいな、何でもいいよ。これは個人的にはまず海の生き物なんだけど、この赤いお花があるところがとても独創的なセンスをしてらっしゃって素晴らしいと思いました。はい、そうそうさんありがとう。この赤がいいアクセント、赤、オレンジ、オレンジと赤が入ってますね。これはよーく見たらここはオレンジだけどここは赤みたいな感じで、このピンでみんなね自然すぎて気づいてないと思うんだが、こちらのクジラちゃんピンク色なんですよね、まあ、クジラって青じゃないですか、まあ、ピンクを選ぶところもセンスがあるなと思います。みちゃまさんありがとうございます。あの水色の方ジンベエザメって、このジンベエザメもね綺麗に色塗ってますね。イルカのこのフォルムも100点、あれバカ100点で、ここのあと個人的にはこの亀がすごい綺麗、この甲羅の線がめちゃくちゃ綺麗。あ、これはあれだな、多分後から削った感じかな、多分後から爪楊枝とか使って多分削ったんだと思うけど、甲羅が超綺麗。あとはこの外にいらっしゃるクラゲとかが本当に透明感がある絵の具で塗られてて、でこれもよく見たらここはね黄色とかがちょっと入ってるんです。おすごいね。いやこっちやろ、私はこっちの方が好きだな、こっちどっちでもいいんだけど。クラゲすごいね。竹さんありがとう、大きいありがとうございます。あとこのクラゲもこの絶妙なフォルム素晴らしい、すごい。あとこのなんか流れる感じね、この水の流れがある感じが素晴らしいと思います。はい、素晴らしい。そして最後こちらですね、これも特に題名はないでしょ、ないよ題名がないそうで、こちらはこちらでまずパッと見た時の奥行きか、素晴らしい素晴らしい、はい、この奥行き感がほんま素晴らしくて、でそのよくわかりませんがこの道ですね、こう空につながる道が本当に細かく描かれてて星のようでとても綺麗、はい、これちなみに3畳じゃなくて4畳で3畳じゃなくて4畳が描きました。私が次女ね、ちなみに。で、これの私的ポイントはまずこの木の立体感、この一色で塗られてないですね、このね青と白がうまい感じに混ざって、こううまくこの立体感が素晴らしいね、はい素晴らしい。でなんかこの木もちゃんと奥行きがね、こことこことここと奥行きをしっかり描いてらっしゃるところが素晴らしい。でここのこれも気も素晴らしい。そしてねこの絵はなんかポイントがあるらしくて、ポイントというかあのもともとは富士山を描いてたらしいんですよ。そう富士山を描いてたらしくて、でもなんか急に色を塗りつぶしたらしくて塗りつぶした人、お母さんが「えなんでそれ塗りつぶすの?」って言ったらなんか違うそうで、ちょっと富士山がちょっと違ったみたいで、これは上から絵の具を塗りつぶした上で描いた絵らしいんですけど、もうそれゴッホやないかい、お金がなくて塗りつぶしてたゴッホやないかいと思いましてね、うん、これもまた素晴らしく天才ゴッホのあのゴッホと血が流れてるんじゃないかな、もしかしてゴッホは遠い親戚かもって思いました。はい、あこれ20日のね妹が描いた、小学生の妹が描きました。超天才じゃない？そう、そうめちゃ私の妹は天才だなと思って、そう天才だなって、なんかこの妹は色を使うのがとてもね上手なんですけど、この前私も真似しようと思ってなんかあやっちまった、あのはいどうぞありがとうございました。なんだっけな、ポスカ
コスカで描く絵がすごい上手なんですよ。まず他の絵もある？見せて。みんなが褒めてくれてるよ。嬉しいね。そう、私はゴッホの姉だから。そう。で、ポスカで描くのがすごい上手なんですよ、色を使って。だから私もいろんな色使って描いてみようと思ったけど、マジで描けなくて、あ、すごいなと思いました。全然描けなかった、真似したけど。この色を、なんか、いい感じの色でと思った。あ、って思ったけど、全然描けません。あ、これはポスカを入れるために描いた箱か。これはただ単にあったから。あ、あのさ、トラさんは、トラさんどこ行ったの？トラさんはね。これもなんかポスカで描いたらしい。これはパピとポコちゃんだね。これポスカ箱。そう。ありがとう吉本レッツさん。ありがとう。あ、これは妹はドラえもんが大好きなので、ポスカでドラえもんを描いたらしいです。可愛いですね。でこれは開けた時に見て。トラとオオカミちゃんが描いたって、あと鳥ですね。これはね、素晴らしいと思いますね。これは実際見てほしい、ね、絶対見てほしいよね。そうよね、バコちゃん。なんかこのさ、この個人的にあのさ、こう背景紫とかにしたら私絶対さ、やらかす気しかしないんだけど、うまく背景を紫にしてなじませてるところがすごいなと思う。すごいね。あ、でこの下は湖なんだね。ちょっと白い線で魚が書いてある。かわいい、綺麗。センスありますよね。ハツカもそう思います。ハツカもそう思います。わさぴさんありがとうね。センスがあるなと思います。私もこれはちなみにポスカです。これ、あれサンタさんだっけ。サンタさん、サンタさん、ハツカが多分ポスカで描いたら、もポスカで描くのは向いてるよって言ったから、サンタさんがポスカをそんなにくれました。ほら、そうそう、この哀愁漂うドラちゃんもいいよね。あとこのなんか色の塗り方も芸術的だよね。ねえ、素晴らしいですね。あとこちらの絵とかなかったっけ。蛍光ペンかなんかで描いた絵とか言った。あ、あるよ。あるらしいです。今日は妹の絵を自慢して終わりにしますわ。どっかに死んじゃったかもしれない。うまいですよね。私自分の絵そこそこ小学校の時うまかったと自信があるんだけど、そうでもなんかこの妹の色のセンスは私にはなかった。あのクジラの絵は見つからなかったけど、クジラの絵は見つからなかった。ちなみに妹はよく友達と絵を描いて描いてきます。クジラの絵なくなっちゃったの。これはすごい薄いね。うん、水彩道なんかすごい薄い。これは薄いです。ひよこ、ひよこらしいです。なんかこれ光ってる。でも配色が綺麗ですね。ただこれは淡い色です。あ、なんかめっちゃキラキラ光ってる。なにこれ。ラメ、ラメがあるの。ラメの絵の具、そんなんがあるんだ。アナハツカクジラ好きだったんだけどな。聞いてみようかな。私の小学校の時の絵はどっかにあると思うんだけど、素敵ですよね。見せたくなっちゃうの。うますぎて感動しちゃう。うますぎて感動しちゃいます。今度の生誕祭とかの T シャツ妹に描いてもらいたいわ。ちなみにでも妹は青が好きらしくて、だからめっちゃ青を使う率が高いです。ほら、これも青だし、これも青だし。ないかな。これも青、青が好きなんだって。好き、好き。これも青。なんかさ、マキさん逃げだるま、何
か廊下に一個作品落ちてた。あ、富士山。これはなんか小学生って感じ。これはマーカーで。これは下敷き作ったの。そう。これ小学生って感じ。このマーカーの感じが。そう。色綺麗だね。でも5年生か4年生の、これはちなみにこのキャンパスね100均らしいよ。こんなん今売ってるのすごくない？たくさんありがだるま。このさ、この分厚い、一度は描いてみたいこのキャンバス、100均でも売ってるらしい。いい世の中になったもんだよな。でもいろんなたくさんいろんな100均探したよ。でも100均に結局あるんでしょう。わさぴさん、わくさん、ありがだるま、すごくない？この分厚いやつが100均にあるんだよ。すごいよね。そう、すごい、ね、よう塗るな。すーさん、わくさん、ありがとう。マジで私これ真似して描いたけど全然うまく描けなかった。悔しいです。姉として悔しいです。なかったの？パーカちゃん暴れないでちょうだい。学校で描いた絵ならあった。ミンチュエって。たくさんありがとうございます。ななたさんありがとうございます。はいよ。なんかあったかな？こうね、ファンの方すごい褒めてくれるから嬉しくなっちゃうよね。ちょっと裏にあの冬の生活のやつがあるけど、綺麗ですね。でほらこの人もっと濃くしたらさ、もうそう目立たせたらもっと選ばれてたいいとこ行ったんじゃないでしょうか。いいとこ行ったんじゃないでしょうか。でもこれ結構まあまあいいやつだった気がする。私の目あ、何これ、版画なんか妹の作品紹介になってる。ハンガだそう。あってもね、エブリ。エブリとアンジ。アンジ。最後。これは何？これは本の読書感想だ。はあ。上手ですね。なんかこの塗り方、あの日本の昔話のやつみたいな。コンビズね。これはさ、オカミをもっと濃くしたらいいとこ行けそうだね。いいとこ行きそうだね。いいとこ。さあ、皆さん、あ、クジラ好きなんじゃない？クジラ好きないの？クジラ。あつか、妹が描いたやつでめちゃ好きなやつだったんだけどな。あ、ママが写真撮って捨てたかもって言ってたよ。だって床に落ちてたんだもん。ねへ。めちゃ好きなやつあったんだけどな。あ、あれか、ちょっと待ってね。あ、これこれ見つけました。私が好きなやつ見つけました。見つけました、これです。私が妹が描いた作品の中で一番好きなクジラさん。よいしょ、これちょっと見てほしい。じゃじゃん、これクジラなんですけど、めっちゃ綺麗じゃない。でもこれ友達と一緒に描いたんでしょ。友達はあの紙で貼ってた。あれ、魚、あ、魚をね。このクジラめっちゃ綺麗じゃない。あつか、これが一番好きです。妹が描いた絵で、魚は友達が貼ったらしい。これが友達と共同作品っていうのが素晴らしい。めっちゃ綺麗じゃない、この クジラ。うん、めっちゃ綺麗。好きなのこの作品が。海の生物好きなのかもね。っていうさ、妹の、私の妹絵が天才なんだよ、自慢でした。じゃあこれ戻してきて。お前たちありがとう、見せてくれて。でももう見つけた写真。あ、見せると思った。そうそうそう。あ、そうなんだ。写真はあるんだけどね。そう。かゆう中。っていうね。書かない方がいいか。
じゃあそれと来週終わろっかな。30分やってるんで。最近前髪が伸びてきたってさ、前髪をどうするか悩んでる一緒。もうすぎての前髪がね、扱いが下手だから。今日めちゃこんだけ黒く見えるね。ランドセール埋もれとるかもしれん。発掘したねえねえ、靴でさ1万円って高いの？靴で1万円はそんなもんだと思うよ。2万円はすか、2万円は高いと思うね。ポスカスラシティスピさんありがとうございます。私今2万4千円の服を買おうか悩んでるんだけど。2万4千円やっぱり高いかな。高いかな。悩み中。じゃあお風呂入ろう。まだちょっと走ってないのよ。セールまで待って。チンテール初めて見た。昔こういうチンテールしてました。一時期カモカモカモ。そうワンピースなの。あ、でもワンピースだから上と下一緒って考えたらまあ多分なの。いや私さすがとか言わないで。普段私さ2000円以内で収めてる人だから。お服買うと2000円、1着2000円、古着屋さんの1600円とか900円とかの服を買ってるの。そう、でもなんかあこれかわいいなと思って。うん、ユナイテッド東京スーさんありがとうございます。そう、ユナイテッド東京の服。でもこれはちょっと高かった。高かったって言ってもあれかもだけど、これは個人的には頑張った。6000円。どうや絶妙っすか。これは6000円。まさくまさん、ありがくまちゃん。でもさ思うのはさ、高いの買って長く使う方がいいよね。結局さ、私古着屋さんでよく買うけど、古着屋さんの服は結構元々が5000円とか6000円とかの服とかが2000円とかで買えたりするからまだいいんだけど、元の値段がさ2000円の服とかってさ、すぐ伸びたりすぐさボタン取れたりするじゃないですか。そうだから、本当にその時だけ着たい服は安くてもいいなと思うけど、いいやつを買うのもありですよね。一つのでも流行りがあるんだよね。でもハツカが欲しい服、流行りの服とかじゃないよ。別に何一緒もの、別に流行りの服とかじゃないよ。まあでも私好みがあるからな。でもな、普段服買わないから買ってもいい気するんだよな。一着くらい目が痒い。どうぞ。ありがとうリップひどい。そうするとね、思いますか。好みってかっこいい系の服だね。かっこいい系、モード系の服が好きですね、一番。まあでも今もそんなにモード系の服着てないのを見ていただいたらわかると思うんですけれども、まあその時に可愛いなって思った服を着てます。ポコちゃんがお母さんの肩に登ってる。そう、アニオンケイナイトさん、ありがとう。日本産なんだ、ユナイテッド東京って。普段は買ったことないです。どこで買うかとかはね、全然決めてない。ネットで見つけた。でもね、店舗はあるみたいだから、一回店舗見に行こうか。ねえ、ポコちゃん、どこにあるの？普通に愛知だったらパルコだったかな。
おでもけないとさありがとうございます。おでもけないとさありがとうございます。ポコちゃんがお母さんの肩にしがみついてる。しがみついてる。ポコちゃん甘えてます。お母さんの肩に乗っかってまるでサトシとピカチュウのように。まるでモンスターボールに入らないピカチュウとサトシの関係性のような格好で甘えております。これってどこいた。お母さんがあっちを向いた時、ポコちゃんのお尻もこっちを向いています。そうだ、ポコちゃんにふりかけを買ってたんだ。なんでモード系の服を着てママチャリを漕ぐ設定なの、前提なのよ。ママチャリ漕がないから普段。ポコちゃんね、ポコちゃんふりかけ、ポコちゃんご飯食べてないのまだ、うん、ポコちゃんふりかけをかけ、お腹減ったの。ポコちゃんなんで答えないの、20日の時は。ポコちゃんとポコちゃんって言って、すごい一生懸命足で踏ん張ってる背中で。でもその背中を気づきづらい。そう、マサラジンかわいいな、すごい背中だ。こっち見たんだけどさ、これ減塩。あ、そうなんだ、減塩、うん、あー、サトシとピカチュウの物語完結するのマジで。最近ウータンも卒業するらしいですよ、 NHK の。ええやの、ウータンって何だ。ウータン元気元気、ウータン元気元気、ウータン元気元気卒業するの。ウータン、ウータン元気元気。20年、20年らしい。20年、ハツカじゃん。そうなんだ。ウータン卒業するらしい。みんな知ってた。ウータンも元気元気。全然見てなかった。ウータン元気元気。最後だけ。いつかワンワンも引退。最後だけ見る人。ね、あのなんちゃうどんあれね。ウータン元気元気。柏木うどんだっけ。あ、そうだ、柏木うどん。何色がいい、うん、今私たちはブラッシュアップライフを見てる。ドラマブラッシュアップライフ。季節どこ。そう、レイちゃんも卒業するんですよ。そうそうそう、季節どこ、これだ、季節名前変えるか。そう、うったんの元気元気ということでね、ランキングを読んでいきたいと思います。13位、エースのアンペアさん、エースのアンペアさんありがとうございます。12位、まさぴさん、まさぴさんありがとうございます。11位、ウィングキッドフォンコさん、ウィングキッドフォンコさんありがとうございます。10位、ひんやきさん、ひんやきさん、ひんやきさんありがとうございます。9位、まさかざとまくふふさん、まさかざさん、まさかざさんありがとうございます。8位、チョコミントさん、あとマーク、お洋服とリボンかわいすぎて女神ありがとうございます。チョコミントさんありがとうございます。7位、8位、待てた、7位、ひろすさんさん、ひろすさん、ひろすさんありがとうございます。6位、まさくまさん、まさくまさん、まさくまさんありがとうございます。5位、スーさん、スーさん、スーさんありがとうございます、ありがとうございます。そして4位はポッチャマさん、ポッチャマさん、ポッチャマさんありがとうございます。3位はタケさん、タケさん、タケさんありがとうございます。で2位はワンタンさん、ワンタンさん、ワンタンさんありがとうございます。そして1位はワクさん、ワクさん、ワクさんありがとうございます。そして、あ、今日ノートとインスタグラム更新しました。今日は更新デーでしたね。いつも気ままに更新してますけど、今日は更新しました。わかりやすい、宇多田の性格がわかりやすいですけれども、ありがとうございます。ありがとう、好きだ、好きだ。ハツカどれ。じゃ、この最近太ったから、あ、ハツカまだ買えない。あー、買えようかな。え、あれ持ち運び用歯磨きなんだよね。買えるの、買えない、買えようかな。でか、ちょっと太ったからさ、笑った時クリエにハートに挟む青色、ほっぺがちょっと痩せます。先生でした、太ってしまいました。おいしいものが世の中いっぱいあるんですよ。それ食べとったら、気づいたら太ってました。まあ太ったと言うてもなんですけど、どうだろうな、まだ最高体重にはいってない、いってないわ。最高体重は今よりもう1キロ多かったかな、から最高にはいってないんだけど、まあ、ちょっと太っちゃったから、ちょっと太っちゃったから、
まあ次のコンサートまでには痩せようかなと思います。田村です。何か1タワーキャンペーン、あ、こんなんやってたのね。私気づかないうちに戦ってたのね。気づかない、私は気づかないうちに競争をしていたようだ。そして57位。何だ、ショールームのイベント。知らなんだ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 。今日は走りましたか。今日は、あ、今からなんですよ。だからそう、だから終わろうと思ってたんだ、忘れてた。からなんでしょう。あ、ぽっちゃまありがとう。ぽっちゃま、なるほど、私は知らないうちにこれで参加してたね。だからパンダがいっぱいいたの。あ、一タワーね、なるほど。それでは皆様ごきげんよう。インスタグラムと見てね、ノート。ごきげんよう。See you next time。 ちなみに明日の予定はリハビリ行ってきます。リハビリ、うわー、明日憂鬱、明日憂鬱なんだけど、明日さ筋力測定がある。憂鬱すぎる、憂鬱すぎるんだが、明日憂鬱すぎるんだが、だがね、筋力測定するとき体重測るんですよ。で、体重は痩せてた方が筋力測定に有利だから、まあある程度体重落とすと筋力よく出るからいいよって言われたけど、全然落としてきてない。うーん、憂鬱だ、憂鬱だな、あー憂鬱すぎる。で、明日の筋力によって私は戻れるか踊れないかが決まっちゃうかもしれないね。意外に大事な一日でした。明日はもう、明日の、いやいや、私はね、何が何でもね頑張りますから、頑張りますよ。明日、明日の筋力のよっては私がジャンプを、リハビリを始まるかが決まる。まあ多分もし明日無理だったらまた4月前くらいになるんじゃないでしょうか。憂鬱ですね。まあでもね、何を考えてもその日は来るんで、何を思ったことで明日は来るんで、まあ私はその現実を受け入れるのみです。それだ、 See you See you。 あ、お話し会待ってます。ノートも好きを押してね、コメントしてね。あとお話し会は待ってます。歯毎日磨いてます。